あのー、この一年間、あと来週で最終回となり、もうキラメイジャーのテレビ版は終わってしまいますが、本当に皆様にお会いできて、こうやって皆様の前に立てて本当に嬉しく思います。皆様本当に本日はありがとうございました。またお会いできる日があればお会いしたいと思っております。今日は本当にありがとうございました。 夢を与える立場になりたいなっていうのが今の僕の目標というか夢でなんか自分は憧れの,その俳優さんとかたくさんい,らいるんですけどそれにそれぐらいもっと人気になって何か何十年か後にはこうやって小宮梨央が憧れだって言ってくれるようなそういう目標になられるような。 存在にななりたいいっていうのが僕の夢ですまあ僕はやっぱこの1年やってきて、まあ、すごい憧れでもあるんですけど、まあ、押し切りしぐるのようなエンターテイナーびっくりした今 <laughs> <laughs> びっくりした <laughs> まあそのエンターテイナーになる第一歩として僕の中ではやっぱりまあ僕の中のこの三大特撮制覇っていうのをちょっと夢として掲げております。 それはちょっと夢というかもう絶対に叶えなきゃいけないなっていうふうに思ってますねやっぱり女優として今後もたくさんいろんな役をこなしていきたいなと思いますしそれこそグラビアのお仕事だったりとかもこれから先もこうキラメイジャーで輝いてたみたいにキラキラ輝いた 女性にななっってていいいいけたらいいなと思っていま,すまあ僕もその押し切りしぐるという、まあ、彼も役者という設定でまあこの1年間演じさせていただいて、まあ、1年経ってもまあ彼の背中はすごく遠くにありますしそれを追いかけてこの1年走ってきたつもりだったので、まあ、僕もまあ彼が自分で世界の押し切りしぐるだって言えるくらい僕もその自分の名前が「アジアを飛ぶ夢」っていうあの名前があるのでその名前に。 あの何て言うんでしょうね。追いつけるようにというか、体現できるような役者芝居を身につけたいなと思っています。これが今の僕の夢で素敵です。はい、ありがとうございます。こうキラメイジャーを1年間やってきて挑戦するっていうことの楽しさを知った1年でなので、これから本当にお芝居だけではなく、いろんなことに挑戦して自分の世界をもっともっと広げていきたいなと思いますし。 なんだろうな、やっぱもっと大きい人間になりたいなと思うので、頑張っていきたいと思います。それが私の夢です。最近ずっと G ロストでキャラクターとしてお客さんの前に立ってるんで、ちょっとこう正直公平として話すのがちょっと若干恥ずかしくもあるんですが。 そうですねこの1年まあ僕は学生もしながらやってきた部分もあって個人でやりたかった勉強もやりながら初めての世界で芝居だったりとか新しい世界に足を踏み入れていろいろなものを見てきたっていうのを踏まえてこう具体的に何かになりたいっていうものよりもここからさらに視野を広げて、えー、自分のなりたい本当の 姿形を目指してていいくっっうものだったりとかでも基本的にはやっぱりこの作品通して伝えたかったものも含めてやっぱり人のためになる人を助けられるような仕事だったり行動ができるようになりたいなと思ってるので、まあ、まだまだ始めたてなので少しずつそういうものに向かっていけたらと思います。